皆さんは知っているだろうか。毎年最高のプレゼントを届けるためにサンタクロースが極秘で修行をしていることを。しかも富士山のふもとで。サンタクロースは過酷だ。どんな場所にいても寒さや誘惑に耐えなければいけない。しかし富士には誘惑が多い。サンタクロースは過酷だ。どんな場所でも子供に見つかってはいけない。しかし子供は手ごわい。さらに信じられないと思うけど、トナカイも自分で探さないといけない。ここ富士にもたくさんの動物がいるはずだが、何か違う。それから一番苦手なのがこれ。それ言って絶叫マシン並みに速くて怖いんだ。知ってた？やっぱりダメかも。そしてついに最後のミッション。たくさんのプレゼントを買うのって意外と大変なんだよ。でもここならお得に何でも揃う。現金ですか？Thank you.